日本鹿児島県薩摩仙台市白輪町白和町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧薩摩郡川内町白輪町、川内市、白輪町。郵便番号は895-0022。人口は146人、世帯数は78世帯。白輪町の全域で、住居表示を実施している。地図中の水色の区域が、 シロ町の区域である国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成薩摩仙台市の本土側の西部、川内川の下流域に位置している。薩摩仙台市街地の西部にある。阿佐イの北方には、大光寺町、南方から東方にかけて、横馬場町、西方には、向井田本町にそれぞれ接している。アザイを、 鹿児島県道394号山崎、川内線が東西に通っている。江戸時代には裏町として栄え、平田敷い初期には当人も多く在住していたと記されている。また、現在の向田の商店街は、白和町から西方に伸び形成されたものであるとされている。白和という地名は1947年まで現在の白和町の奥行きにあった。 白葉から神社に由来している。鎌倉時代より見える地名であり、薩摩国薩摩軍のうちであった。古くは、白葉や白波と書かれた。文永元年の三味見物から、四足三郎大倉主中への譲り状に見えるのが、初見であると考えられている。慶長二年頃には、裏町として、町場が形成されていたとの記述が、高麗同期に見えている。 戦国時代から江戸時代にかけては、平助村の一部となっており、この一帯が、東神町と呼称されていたが、明治10年頃に平助村から分立し、白阿町が成立した。しかし、町村制が施行された1889年に、白阿町は再び、平助の一部となり、薩摩郡平助、村尾畑平助の一部となった。 その後、平助村は1929年に、熊野城村及び、東水引村と合併し、川内町となっている。1940年2月10日に、鹿児島県広報に掲載され、同日に施行された、薩摩郡川内町、町名改め小南区域変更により、大和平助を廃止し、それの区域中時次郎はの、 区域を白和町とすることが、鹿児島県知事によって許可され、薩摩郡川内町大技平助の内技白和の区域をもって、川内町の町、白和町が設置された。翌日の2月11日には、薩摩郡川内町が単独で市政施行し、川内市となった。1965年4月1日に白和町、平助町の一部の区域において、 住居表示に関する法律に基づき外区方式による住居表示が実施されることとなった。それに伴い同日付で、町名、地盤の変更が行われ、白和町及び平助町の一部より、横浜町が設置され、平助町の一部を編入した。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入城町、下戸院町、日脇町、下古村、 上古式村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において、川内市の町、寺については現行通りとする、と協定されたため、名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。以下の表は国勢調査による、 小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。県道394号山崎、川内線阿座駅内には、鉄道は通っていない。最寄りの駅は、川内駅である。ありがとうございます。